はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ネモです。しぜです。はい、今日しぜさんにね、お付き合いしてもらって、はい、どこに来たかと言いますと、はい、南大門にやってきました。はい、というのも、はい、今日5月18日なんですけど、はい、明日5月19日ね、なんと、じゅんさんの誕生日ということで、はい、じゅんさんにね、何かプレゼントをしようということで、はい、しぜさんと南大門に選びに来ました。はい、はい、多分この動画がね、出る頃は、はい、もうライブが終わった後なので、うん、プレゼントね、はい、渡したと思うんですけど、はい、今日この動画はその後出ますので、はい、こうやって買ったんだなっていうのをね、はい、知ってもらったらと思います。はい、はい、では早速行ってみましょう。行ってみましょう。はい、前のライブ以来かな、何台も来るの ね、結構今日も人多いね。多いですね。天気がいいからね。天気も週末はね、雨だったんですけど、ね、天気が晴れて人が多いです。暑いです。もう半袖です。はい、今日しぜさん来るんで、このシンプソンのシャツ着てきました。はい、可愛いですね。はい、シンプソンズ、はい、ここにもついてるんですね。はい、ここにも見えるかな、はい、見えないさあ、何を買いましょうかね。ね、何買いますかね。ね、じゅんさん帽子って感じしないしな。帽子かぶってるの見たことないですね。ないよね。じゅんさんはサングラスもね、ちょっとなんかしないだろうしね。あ、なんかここ新しいですね。この前来た時こんなのありましたっけ。あ、なかったような気がする、ね。エッグタルトを売ってるみたいですね。エッグマカ、はい、超売ってる。エッグタルトの絵があって。あ、本当ですね。はい、へえ、新しくできたんですね。オープンしたばっかりかな。っぽいです ね、 ね。まだ仮オープンっぽいね。そうですね。うん、はい、これできました。はい。はい。わあ、人が多いな。多いね。うん。なんかあるかな。T シャツはさ、なんかね。はい、これから夏だし、そうですね、いっぱいあってもいいから、T シャツがいいかなとも思うんですけど。 T シャツいいですね、うん、この前の行ったところのね、お店で、まあ、ちょっと見ながら、はい、あ、シンプソンズ、ここもありますね。はい、シンプソンズですね。いろいろ雑貨がありますね。こういうものはちょっとね、ジュンさんは別にちょっとね、マスクもなんかいらない、違いますよね。ちょっと女性っぽいですもん ね。革ジャンはね、革はちょっとな、暑いし、暑いですね。やっぱり T シャツが無難っぽいですよ ね、 いいよね。何気に昨日サイズを聞いたんですよ。おお、 L サイズですか。 XL って言ってますね。あ、大きい。あれ、なんかいつもピチッピチピチしてるイメージだった。2個で1000、1万ウォン、帽子安いですね。帽子これ使います？いや、私も、私のですか？はい、いらないです。いらない。いっぱいあるんですよ。いっぱいある。なんかあるのに被らないんですよね。あ、わかりますね。帽子ってなんか、うん、毎日被る人はね、毎日被るけど、はい、なんかカバン、カバンもなんかな、あれだしな。ここね、ベストメガネさんのね、あ、クリスタルか、クリスタルメガネさんの横のおしゃれの、はい、ここはもうなんか抜けちゃってて、この前はこんな風になってなかったですね。なかったね。ここなんか餃子の店ができるのかな、これ。マンドゥ。ね、今工事してますね。ですね。うん。何代目もいろいろお店が入れ替わってきますね。そうですね。続々と変わってますね。本当に。じゃあちょっとあっちの方行ってみましょうか。こっちですね、はい。あ、この前あの帽子がね、人がたがってた帽子屋さんですよね。人気あるね、やっぱり。あ、ちゃんとこう宣伝してるから、うん、すごいなあ、ここはキムさんの方ですか。そうです、ね、ブルーの方ですか。ブルーの方ですね。これまっすぐ行って右行くと、あ、右に行くとブルーですね、はい。私もちょっとあんまり
分かんないんで、うん、僕らもね最初分かんなかったんですけど、なんか、ごちゃごちゃして、うん、何回もね来てた間に来てるとちょっと分かりましたか。はい、あーかわいい。ジュンさんはかわいい T シャツ着ないのかな。スヌー、あ、私はかわいいの。スネさん買っていいですよ。いや私も服買いすぎちゃって。買いすぎちゃった。どうしよう、これもかわいいな。ね、かわいい4色。ジュンさんかわいいと思うんだけど。うん、男もんですよね。あ、今日両方。 おいくらですか。15,000。おー、かわちゃんと生地が結構生地がいい。私かわいいこの色。でもジュンさん派手かな。4色白だったら着るかな。あ、白ね。私が欲しいの。うん、買ってください。いいですよ。なるほど。ダメよ。あ、これなんかついてる。あ、渡すんじゃないんですけど、はい、これレオンド。あ、レオンド。ちょっとまた見てきますね。うん、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、はい、まあ、ちょっといろいろ見てみたいと思うの で、ちょっとすぐ決めちゃうのもちょっとあれなので、はい、ちょっと見てから決めましょうかね。はい、あ、暑い。暑いですね。暑いです。これこれとか履かないですかね。あれはどうかな。パラパラメッチであれ履いてやったら楽は楽だと思う。結構、ね、楽ですよね。涼しそうだし ねちょっとね、今ジュンさん履いてるの想像したらなんかちょっとね、ちょっと一人で受けちゃいました。はい、いいですよ。あ、かわいい帽子。ちょっとね、上げてみて反応見てみたい気もするよ。っていうね。これ年ジャンゴパジって、はい、冷蔵庫ズボンっていうんですね。涼しいやつ。これかわいい。これ短パンなんかいいじゃないですかね。そうですね。クールタッチって書いてますね。うん、私も持ってます。あ、これいくら。5000ウォン。これいいかな。5分、7分、9分、長さがね。うん、これも自分で家でね、書くのに。これも粘着物、これなんか普通の面だと思う。多分このこれ系、これ系が粘着物です、ね、これが粘着物。これは粘着物じゃないと思う。まあ、もうちょっと見てから、ね、もうちょっと見てからね。多分いろいろあるから。うん、まあ、5000円だったらいいよね。5000円だったらね、お、いっぱいありますね。あ、本当だ、粘ジャンゴパジっていっぱいあるんだね。そうなんですね。本当いっぱいある。ここのね、サンヒネさんのとこに来たんですけど、はい、はい、ちょっとここでジュンさんの T シャツがもしあれ ば、あればちょっとね、選びたいなと思うんですけど、これだったらネモさんと一緒ってことですよね。そうそうそう、黒を買ったんでね。白っていう手もありますね。うん、部屋でこれの白ね、うん、これ違うね。ダメですよ、刺すそうよ。うーん、前は、あ、これね、前は、うん、あ、これ後ろなんだ。俺前になったね。あ、そうだったんですか。うん、俺前に柄があったんだけど、このバックリング、ね、逆に着てたかな。違うよね。ここでね、襟でね、下がるからね。あ、ちょっと今選んでおります。あ、一応ジュンさんの一つ T シャツ買いましたので、はい、これは多分もうライブの時に見てると思いますので、ね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ダメだ、ねー、行こう、カラー色、行こう、1枚ね、1枚メニメニアジャーマサミアニアンハンバーグで楽しみ。これ前、マンサチョノン、マンサチョノンね。아그거번지필요없어요내가그거이거한국사람은똑같네これね、買いました。色がいいね。ね、かわいい、キミ、ね、ね、ね、かぶさみんな。はい、では鈴江さんもちょっとお買い物。はい、買ってしまいましたね、またまた。はい、買いたくなったよね。なんかね、うん、見るとね、ダメですね、やっぱり買い物好きには。なんかそういう魔力があるよね。ね、何だよ、もう一番にはね、はい、やっぱり現金をいっぱい持ってないとダメですね、うん、そう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 、うん、カードはね、使わないとこ多いんで ね、うん、どうしますか。ではちょっとなんか食べますか。はい、水産カルクブスがいい。いや、別に魚でもいいですよ。何でもいいですよ。魚でもいいですよ。あ、シンプソンズかわいい。そこですか。右の右上。あ、これ。うん、かわいい。
ホルモン。はい、ちょっとお昼でカルチホルモンちょっと行ってみましょうか、はい、中央の路地ですね。はい、まあ、もうお昼の時間過ぎてるから、ね、人があんまりいないですね。両方あるんでね、こっちもあるし、こっちもあるしね。迷いますよね。迷うよね。カルチトリム。どうしましょう。どうしよう。カルククスが良ければカルククスでもいいし。あ、でもね、なんかせっかくだから。これがメニューか。カルチトリム。ソウルサンゴタンもね、前ね、うん、あの来たことあるんですよ。食べてないけど。あ、そうなんですね。うん、どうぞよ。クイもあるし、チョリムもあるし。うん。さばかれましょうか。はい、ね、ここで、はい、ここもちょっと有名なとこみたいですね。そうですね、テレビに、はい、ね、茶番食いが뭐예요。あー、あー、これはもう一個、うん、トゲトゲトゲ、ね、じゃ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 んじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃん。はい、ちょっと僕らのお昼でございます。はい、はい、これはサバですよね。サバですね。子供なんですけど、なんかメニューには、うん、こう修正されて茶番食いってなってますね。茶番食い、はい、どこ何番目、左から3番目で、あ、茶番食い、先聞いたら、まあ、普通に子供って言ってました。これね、はい、茶番食い、ちょっと揚げてる感じなんですね。焼いてるというよりもね。そうだね、うん、だから僕らサバのね、焼き物だと思ってたんだけど、ね、ちょっと絵と違いますね。さっきその絵だと、ね、うん、あれ焼いてる絵なんだけど、うん、まあでもちょっと美味しそうじゃないですかね。美味しそう、うん、楽しみです。はい、ここはね、チョリ煮付けがね、有名なところなんですけど、こういう焼き魚もありますので、はい、はい、ご参考に。では行ってみたいと思います。はい、はい、ご飯も来ました。はい、ご飯とおかず、キムチと昆布と、まあ、なんか卵がサービスできますって言ってましたよね。おー、すごいね、キムチ、うん、うん、美味しい、うん、柔らかい、美味しい。そのまま食べれるの？骨なくて、うん、骨あるわ。骨あるでしょ、うん、それ丸かじりしたから、うん、あ、これサービスで、うん、クランチが来ました。はい、どれどれ、骨が、どうやって取ればいいんだろう。骨があるよね。箸を食べなければいいのかな。うん、でも美味しいよ、うん。カリカリ上がっててね。カリカリしますね。うん、うん、あ、こうね、骨があるから。はい、はい、瀬さん、ごちそうさまでございました。はい、ごちそうさまでした。はい、ちょっとね、食べるとこはあんまり取らなかったんですけど、はい、美味しくね、うん、焼き魚食べました。はい、はい、簡単なお昼でございましたが、はい、あ、それでこれがね、うん、9000ウォンだったんで、8000ウォンじゃないんで、変わってました。はい、値段が上がってました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よ、はい、ではね、ちょっと今日はじゅんさんのプレゼントを買いに来るってことで、はい、来たんですけれども、はい、一応ね、プレゼントは言いますと、はい、T シャツにしました。はい、T シャツにしました。はい、ということで、僕らの南大門のね、ミッションは終わりましたので、はい、ミッションインコンプリートということで、はい、コンプリート、はい、ではですね、今からちょっと近くのカフェに行きたいと思いますので、行ってみたいと思います。はい、ではこのままカフェにワープしましょうか。はい、ではワープします。ちょっとね、かわいい T シャツをね、はい、見つけたので、はい、ちょっとね、これもプレゼントにしようということで、はい、買いましたので、買いました、はい、スヌーピー、よろぴくお願いいたします。はい、はい、いきますよ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、ダメ出しは。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、いいですか。大丈夫です。はい、はい、大丈夫だって。はい、カフェにやってきました。すごい大きいね、ここ。すごいですね。ね、
今ねコーヒー来たんですけど、はい、カフェラテとアイスアメリカーノです。はい。